宜野座村のスーキパイン農園からスナックパインが届きました。沖縄県宜野座村スーキパイン農園のスナックパインです。普通のパイナップルとちょっと違うみたい。なんとスナックパインは手でちぎって食べるそうです。これちょっと途中なんですけど、やりかけ、このプツプツをコーンの粒みたいに節目をこうやって、節目節目をこうやって取っていけば、こうやって、端っこまで、皮の端の端までちぎってちぎって食べていきます。こうやってちぎって、なるべくこう長く取ったら気持ちいいっていうね。まずはお尻をカットしますね。こんな感じです。スナックパインは芯まで食べられるそうです。手でちぎって食べるっていうんですよ。こうやってちぎる、なんともワイルドなスナックパイン、こっそり取れたらラッキーっていう。このジュースが、我慢してキュッと取っていけば、おー取れた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 、ごっそり取れた。ちょっと食べてみたい。パイン、パインの甘酸っぱい酸味、ジュースですね。パインジュースみたいですね。これをおっと感じで、こんな感じでむしり取っていくと、やめどきがわからない。おーいっぱい取れた。だんだんコーンみたいにね、まさか指でむしり取るとはね。こう感じ。これをこういうふうに取るわけですけど、きれいに取れたら嬉しいよね。はい、こんな感じです。おーというのがこのスナックパインの、食べ方です。それで残ったところは、この芯のところは、芯は芯でカットして食べる。こういう感じですかね。薄くスライスしました。ほっくり感、ほっくり半や。なんだこの芯のように見せかけてハクって噛める感じ。もしかしたら芯が好きな人がいるかも。こっちのつぶつぶの柔らかい繊維のとこと、さっぱりした芯はまた違うんですよね。スナックや、スナックパインや。ここよりは硬いけど、すぐにカクッとかじれる硬さです。もう余すところなくいただけます。知らなかった。いやー美味しい。こんな食べ方があるとは。スーキパイン農園はエコファーマーですから、無農薬で育てているパイナップルです。切り分け方もあるということなんで、途中からですけど、中カット、さらに縦に切る。はい、こういう感じにね。でここの芯も食べられますから、芯は取らないと。まあ4分割でもいいし、8分割にして、そして船型にカットしていきます。私のような包丁が得意じゃない人は、こういう感じでそこの方を取り除いていきます。こういうことですね。はい、あとはもうこれをカット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 して、カットカットして、で、こんな感じでおしゃれに盛れば、出来上がりと。完成です。これがスナックパインの切り方。新里さん、長子さんのスナックパインです。これをカットカットし、はい、わお、この濃厚な南国の甘さ、そしてパインのこの甘酸っぱいね香り、南国や。わあ、ジュースがたっぷりです。甘さがね、蒸し暑い南国っていう、爽やかなパインの酸味で
なんぼでもいけますからね、これは。しかも芯まで食べられる。この芯が程よくしっかりした噛み応えで、一口で二度おいしい。完熟と半熟をいっぺんに食べられる感じ。スナックパンフレッシュならではの香りと、このね、あふれるジューシーさ。長子さん、ギノザ村のスナックパン、美味しくいただきました。